ったり一体です。喜びは2倍になります。そして苦労は、苦労は半分に分け合うということになります。そのことを重点的に念頭に置いてください。バツさんの俺に言われたくないと心の中でつぶやく声を消して、喜びは2倍、2倍苦労は半分、追っつけるんじゃなくて自ら進んで愛する者のために半分奪い取るように愛に変えてください。男は西山さんのあばら骨を取って彼女を作った、そのことを深く覚えてください、女を見たとき、妻を見たとき、私の骨の骨、肉の肉と言って喜んだんですよね、アダム、西山レイは。しかし蛇に騙されて善悪を知る実を食べたとき、神に咎められたとき、この女が食べろって言ったんですよと言ったところが罪の始まりです。この女が今まちょっと前までは私の肉の肉、骨の骨と言っていたのに、この女が扱いです。これが私たちの罪の本質です。責任転嫁です。責任転嫁です。この祝福を忘れないで、あばら骨ですから、あばら骨、自分のあばら骨、あなたの頭の骨ではなく足の骨ではなく、ハートに近いあばら骨が彼女です。彼女の、彼女もその分よくわきまえて夫婦生活を送ってください。主の皆で祝福します。アメン。それでは制約をします。私がですかと答えたら、二人ではい誓いますと答えていただきます。西山レイと桜井幸子、あなた方は夫婦として互いに許し合い、愛し合い、助け合い、許し合い、助け合い、許し合い、固く締結守り、締結守り、変わらぬ愛の中で生きていくことを誓いますか？誓います。声が小さいです。誓います。はい。それでは制約の印として結婚指輪の告白をします。
円ショップじゃない。素晴らしい。100円ショップでもいいじゃないですか。その時の苦労が後で、思い出に変わる。100円以上の価値があって。お祈りします。指輪の手を乗せて、重ねるように乗せてください、はい、皆さんも小指を垂れこの祈りに一つにします。天と地と海と海の中のすべてを作られた主の神と、あなたの皆を褒めたたえます。御前に立つこの新しい夫婦をこれからも祝福し、またその家族をも祝福し、救いに導いてくださいますように。彼らが発歩となり、彼らを通して家族が清められ、救いに導けますように。彼らを良き働き人として、あなたの兵士として、あなたの証人として、また罪人の友、主イエスキリスト教会の教会員として、これからも尊く用いてくださいますように。我らの救い主、主イエスキリストの名前によって、お祈りいたします。アメン。アメン。アメン。